継続は力だなってつくづく。いや、そのままその継続は力なりで、ここでさ、まあ、先日、11月の22日に山下公園で35周年のストリートがあったわけですけど、はい、まあすごかったなと思ってるんですけど、はい、その時の感想をここで伺えたらと思うんですけど。いやね、もうね、感想っていうのはね、もうね、もう言葉に出すことが難しい。で、実際に本当にその今年のその11月22日に、その1年前から一応企画してたんですよ、いろいろ。どっかね、綺麗な箱を借りて、で、その時にはいろんなゲストを呼んでたとか、もうとにかくその、ね、いいフォーメーションをこう組んでいこうって言ってたんですけど、まさかの今年、この新型コロナの関係で、うん、まあなかなかうまくいかずに、で、結果ギリギリまでなんとかね、してたんだけど、どうしてもやっぱ涙飲む羽目になってしまって、うん、じゃあ今年のその35周年っていうのは、まあ自分たちだけで、まあ、軽くなんかやって終わりにしようかっていう話になってて、うん、だけどそのたまたまその山下ストリートもじゃあいついつやろうか、じゃあせっかくだから11月22日にじゃあやろうよ、みんなそこでポイントをね、頭を決めてきてたんだからってことで、うん、だったらやるんだったら規模は小さくても当時の35年前と同じ形で、うん、そのフロマス35周年をやろう、じゃあその代わりもし来れるんだったらみんなに来てもらおうって言って急遽、そう、本当急だったね、告知したんですよ。1ヶ月前、うん、2ヶ月前ほんと短い時間で告知したら、まさかのあんだけのいろんな方面の各ね、本当つながりって大事だな、すごかった、ね、ありがたいよ、本当ありがとうございます、感動しました、本当に感謝してます、本当嬉しい、あんだけ、そう、全然イベントじゃないじゃん、あれただのストリートなんだけど、そう、ストリートでなんかダラダラやりますよっていうのに来てくれたっていうのに、俺らほんとすごい、ほんと感謝、鳥肌が立ちましたね、ほんとに。いや、ほんとつながり大事だなと思って、ほんとつくづく、しかももちろんその僕たち世代の方々はもちろんのこと、それこそ今の若い20代の子たちもみんな遊びに来てくれて、それこそね、リスペクトしますって言ってくれて、いやでもね、ブワー来ましたね、鳥肌ブワー来ました、なんかそんなに僕たちってすごいことやってましたかっていうぐらい、そんな感じですよね。いや、本当素敵な35周年でしたね。はい、逆にじゃあその35周年を経て、まあ、またこれからも続けていかれると思うんですけど、今後のフロマスについて何か考えてたり思ってたりすることってお三方にございますか、まあ、オリジナルメンバーとして。やっぱこの山下公園、はい、このストリート、やっぱここ一番やっぱ大事なんですよ。でやっぱこれはもう定期的にやっぱ続けていきたい、行かなきゃいけないと思って自分たち思ってる。でやっぱそれにその次の世代がやっぱ見て、やっぱ続けていかなきゃいけないっていう、こう意識持ってもらえると、やっぱ次のこのヒップホップカルチャーにつながっていくなと自分は思ってるね、うん、そうだからやっぱここはずっとやっていかなきゃいけないっていうのを思ってます。で、あともう一つ、この山下公園っていうのは僕らブレイキングのクルーだけじゃなくて、シーガルって言って、実は僕たちよりもあともう5年古くからやってる、もう40周年になるんですけど、うん、でそこのローラースケートのチームなんですけど、ローラースケートだったり BMX だったりで、やっぱ僕らがいてのその山下公園なんで、それこそ本当のもストリートクルーなんですよストリートのクルーなんですよ、本当に。でここはね、まあ、普通のね、散歩しに来るカップルの方々もいるし、親子もいるし、でましてはね、横浜ですから観光地なんで、いろんなね、その修学旅行だとかで来る方もいるんですけど、それ含めヒップホップカルチャーも同時にこれからも続けていきたいなって思ってますね、本当に。よくありますか。まあ今後フロアマッサーズとして、まあまあこの3人ももう50超えてるんで、まあ、体が動く限りはちょろちょろやってたりとかするとは思うんですけど、まああとはね、次の世代にっていうのもあるし、まあ若手育成、まあ2024年かオリンピックの正式種目にも選ばれたっていうのもあるんですけど、
まあ、個人的な考えだと、まあ、それはそれ、ストリートはストリートでやっぱヒップホップの文化だと思うんで、やっぱ俺たちはストリート育ちっていうのがあるんで、そこを大事にしたいから、まあ、定期的に山下公園をやるんで、また告知とかもさせてもらうんで、まあ、よかったら遊びに来てほしいな。そうですね。ありがとうございます。では最後に、まあ、この動画を見られている方に、なんかまあ、リーダーからメッセージ、なんか一言いただけたら、はい、35周年の締めとして。先日の、11月22日に、まあ、ここで山下公園でストリートをやったんですけど、ほんで、それで、本当たくさんの人来てると、本当、ありがとうございます。これからも、まあ、40周年、45周年、50周年と続くように、3人、まあ、本当、体動けなくなっても、多分、いると思います。やってます。なので、このストリートカルチャー、ヒップホップカルチャーをずっと続けていくので、皆さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうだね。僕たちは、美味しいとこだけ持っていきましょう。あとは若手に任せて。結局この3人。